ばっかりやってた。いや、俺ね、釣りにはまるのは遅かったんだよね。あ、うん、だから群馬県の、はい、もう山の中に生まれたから、はい、まあ川しかないし、で川行ってもそんな大きい魚いないわけ。だからそんな子供の時に釣りしたって記憶はほとんどないよね。あ、そうなんですね。で、釣りにはまったのは、はい、25歳の時に、はい、まあね、うん、まあ一回結婚したのね、俺も、はい、その相手が沖縄だったけどね、うんうん、それで親に会いに沖縄に行ったわけよ、はい、そしたら女房のいとこが俺を釣りに連れてったのね、堤防に、うんうんうん、でその堤防で 1.8 キロのハタ釣っちゃった。グルーパーだ。そうなるほど、原点。そんなの釣ったことないから、はい、ヒットした瞬間にグーグーグーって来た瞬間に体の今まで埋もれてたなんていうのかな、その狩猟本能とかありとあらゆるものが全部爆発しちゃって、もう俺、ね、そっから始まったんだ。もう真ん中爆発して体も爆発してるしガンガン巻いて2回ぐらい根に入られたんだけど、そのたび出して俺で釣り上げた後にね、手と膝が震えて止まんないの。あーですよね、なんか、ね、釣りはいい大人でも手足震えますよね。そうだ、このくらいのよ、47センチ長さも覚えてんだ47センチで衝撃だったんですね。震えが止まんないね、しばらく、はいブブブガタガタ手も震えて、魚持って記念写真撮るんだけど手が震えちゃってさ魚も満足に持てなかったのね、はい、それでもうおかしくなっちゃった。ハマったんだ。それからいつの間にか女房いなくなるしだいぶはしょったなおじさんが一番しびれた魚、おじさんの釣りの世界に引きずり込んだ 1.8 キロの旗を超えた魚ありますか？ない。あ、ないですか？結局膝があんな長時間震えが止まらなかったのあの魚だけ。じゃあもしかしたらそれをもう一回味わいたくて地球の果てまで行ったけど、そう、超えられず。でかいマグロも釣ったし、でかいハタも釣ったし、ジジも釣ったけど結局震えないのよ。あの 1.8 キロのハタは超えない。超えない。でも分かる、なんかそれはそれぐらいの分かる気がする。そういう人は多いと思うな。最初の一匹だよね、やっぱり。でもう一回味わいたいですもんね、そのなんか興奮というか、うん、むしゃぶるよ。そう、例えばその日一日でもやっぱり最初の一匹が一番興奮するっていうのかな。でも今俺3連続バラシだから多分次のキャッチが一番興奮する。ピギーベーラーかもパニックになってたもんね